皆様お疲れ様でございます。修造と申します。いつも動画をご視聴くださいましてありがとうございます。今ですね、こちらでございます。ハードオフのオフモールを久々に見ておりまして、このゲーム結構いいんじゃないかなっていうのが見つかりましたので、実際にですね見て店舗にですね電話で状態確認をして、良ければですね今日行っちゃいたいと思います。では見ていきたいと思います。ですねこれオフモールがあるじゃないですか。これもうねチェックした商品という形で出ているんですけども、これなんですけども、見ていきたいと思います。これなんですけども、でちょっと正面見ていきましょうか。これ見るとちょっとですねこの箱の隅っちょはすれ感はあるんですけども、比較的結構ピッシリしていて状態はそんな悪くないかなと僕は思うんですよね。で正面にここ値札シールが剥がし途中のものがありまして、これはね普通に剥がれるかなと思うんです。であとこう裏面があって、で裏面がね結構こうガビッときてるんですよね。でこれはもう剥げちゃってますよね。で拡大されていてもう破れみたいな感じですよね。まあ、ただ僕そんなにまあこれでやればまあ許容範囲かなっていう感じですね。正面がいいのでその分まあね甘いかもしれないですけど、でこれ見ると破けてないじゃないですか。綺麗に剥がせば復活できるかなと思うんですよね。でカセット説明書がついていて、プラケースが結構黄ばんでいるという。でカセット正面いいですよね。で裏面もラベルがすごく白くて綺麗なので、まあ悪くないかなと思うんですよね。でそんなにこのパックインビデオのゲームってなんかあの特殊ななんかシールとかですねハガキもそんななかったはずなので、説明書もこれ見ると多分ね状態いいんですよ。なので一番の懸念点としましてはこれですね、破けで、あとはこう開封した時の耳がついているかっていうのを確認しまして、問題なければまあゴーしちゃおうかなっていうふうには思うんですよね。まあでもいいんじゃないかなと思うんですけど、ランク C で11,000円、ランク使用感のある中古、まあ D じゃないんでそんなにめちゃくちゃ破損してるってわけではないと思うんですよね。ちょっとこれ問い合わせてみたいなと思うんですけども、もうねちょうど10時になってお店が開いてるっぽいので、今ですねこれで確認しちゃいたいなと思います。電話ありがとうございます。ハードオフ枝店お受けいたします。あ、恐れ入ります。今ですねハードオフさんのオフモールネットの商品を拝見しておりまして、はい、1点ですね上田店さんの方で出品なさっている商品の状態確認をしたいなと思いましてお電話したんですが、はい、ありがとうございます。お品物何になりますかね。ですねレトロゲームのファミコンソフトのダイハードという、はい、11,000円で出ているゲームなんですが、アイハード、ダイハードですね、失礼しました。ダイハード、はい、はい、すいません。ファミコンですかね、スーファミ。ファミコンですね。ファミコンで、はい、はい。状態ですね、ちょっと確認いたします。お待ちください。はい、恐れ入ります。大丈夫か。ショーケースに入っているものなんで、ショーケースに取り出してとかでちょっと時間がかかりそうな気がするな。売り切れとか言われたらどうしよう。あ、もしもし。すみません、大変お待たせいたしました。はい。はい、本体の方は綺麗ですね。で、箱の方はやっぱりちょっと痛みと言いますか、はい、色あせがありますね。説明書は綺麗ですね。ちょっとお伺いしたかったのが、なんかファミコンの箱を開けた時に、なんかこう破れ箇所とかって特になさそうですか？両脇に何かまあ、ベロというか、なんかフリップが2箇所ついてると思うんですけども、はい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 、それが上下4箇所全部ついていらっしゃるかなと思いまして。ちょっと確認しますね。お待ちください。申し訳ありません。はい、お待ちください。うわ、また保留なんだ。もしもし。はい、恐れます。ついてはいますね。あ、わかりました。送料って大体どのくらいかかるものですか？あと私関東の埼玉の方に住んでおりまして、送料ですね。お調べいたします。お待ちください。はい。保留やん。もしもし、すいません。送料800円になりますね。800円。はい、承知しました。じゃあちょっと検討しまして、ネットから申し込むか否か検討したいと思います。はい、ありがとうございます。はい、どうもすいません。お手数おかけしました。ないです。はい、ありがとうございます。失礼いたします。はい、失礼いたします。よし、
切りました。で、今確認しましたら、カセットと説明書はすごく良好で、箱が色あせというかスレ感というかですね、ちょっと店員さんの表現でなかなかちょっと伝わりづらい部分はあったんですけども、あとは耳がついていると。まあなのでこの写真の状態から判断して購入するか否かをこう決定するっていう形ですよね。ということで、もう行っちゃいたいと思います。これで確定する。よし、これで行ったのかな。ダイハード買いました。では到着まで多分ね 2,3 日かかると思いますので、また到着しましたら開けて遊んでいきたいと思います。ハードオフの上田店さんの方から届きましたよ。もうびっくりしました。今ですね、注文してその次の日の午前中なんですが、もう届きました。早いですね。これ、開けていきましょう。よいしょ。よいしょ。すごい丁寧かつ厳重に包装されてますね。で、こちらが保証書在中。手書きでなんか味がありますね、なんかね。なんか僕こういう書類見ると昔の職業柄ですね、退職願いとかですね、退職届みたいなものを連想しちゃうんですけども、こんなの入ってる。ご担当の方のお名前が書いてあって、私が注文を受けたまりましたって、こんなのあるんだ、粋ですね。すごい、なんかすごい素敵、心が温まりますね。では開けていきましょうか。すごいプチプチがいっぱい入っててるんですよね。ダイハードがあって、でここにプチプチがいっぱい敷き詰められてると、すごい厳重、なんか嬉しいですね。よいしょと、はい、来ましたね。ダイハードでございますよ。ダイハード、これ結構クソゲー扱いされてるんですけども、僕発売当時これ結構楽しくて、どういったゲームかというと、なんでしょうね、アクションシューティングゲームみたいな形で、上から見下ろす系の、なんでしたっけ、剣振り回したり銃撃ったりするっていう形の見下ろす系の、スイートホームとかそういう系の見下ろす系なんですよね、確かね。こういう系ですよね。で、僕当時ダイハードっていう映画知らなくて、このゲームから入ったっていう記憶があるんですけどね。まあそれはちょっと置いといて行きましょうか。はい、では正面ですね。これはオフモールで書いてあった通り、ここにシールみたいな剥がし跡があって、結構ですね、この照明の反射を見る限りすごくね、いい感じなんですよ。ほら、四隅もね、そんなにすれ感がなく、僕的にはですよ、状態めちゃくちゃいいと思うんですよね。ただ裏面が、ここがね、もともと何かシールがあったか分かりませんが、結構もう剥げちゃってると。だからものすごく全体的に表も裏も綺麗だっていう方にとっては、これは結構致命傷かもしれないんですけども、ただこれをこう隠せば、ほらめちゃくちゃ綺麗ですよね。これ後で剥がせるかやってみましょうか。では中開けていきます。これなぁ、店員の女性の方のお話曰く大丈夫だっていう話だったんですけど、緊張しますね。そんなに開けてない感じ、ちょっとシワついてますけどね。あ、いいですね、いいですね。耳もしっかりついてる。反対側、上蓋の部分が大丈夫っていうことは、こっちがダメってないんですよね。だいたいこっちから普通開けますから、下から開けるっていうマニアな人いないですもんね。あ、こっち硬いですもん。こっちパッキパキですよ。もうパッキパキ。ちょっと開けづらい感じですもんね。わ、ペケペケいってますもんね。あ、でもちょっと開けた後あるのか。まあいいや。いきますよ。ドン。あー、これはいいっすよ。ズズズズズズズ。プラケースが巻き機なんですけども、まあ基本的にプラケースは箱の保護だったりとかですね、カセットがガタつかないっていう目的だったりとかしますので、コレクション上ですね、これ中に入れちゃうもんですから、そんな基板出てもね、僕正直あんま気にならないんですよね。まあなのでこれはもう全然許容範囲です。説明書ですね。ちょっとだけシワ感はあるんですけども、全然綺麗。ほら、わかりますかね？読んでないと思いますよ、ほぼ。
なるほどな。ちょっとメタルギアみたいな感じを連想させるやつですよね。ではカセットですよ。これね、下手するとカセットだけでも平気でどのくらいですか ?5000 以上しますから、ちょっとね、レアゲーですよね。一見綺麗ですね。で、裏面と。うん。めちゃくちゃ綺麗ってわけじゃないんですけども、まあでも綺麗な部類ですよね、全然。ちょっとね、焼け感はあるんですけども、ただそんなに過度な汚れ感がないので、うん、これはいいんじゃないでしょうか。で、中身、あ、ほら、中身のここの縁の部分が真っ白で、そんなに遊ばれてないような気がするんですけど、どうでしょうか。端子もちょっとね、青白いというか緑がかっていて、すごく状態良好な気がしますね。うん、これはいい買い物できたかもしれない。では、この後、こちらですね、ダイハード遊んでいきたいと思うんですけども、これね、ちょっと気になるんですよね。このシールの剥がし跡。これ、先にやっつけてから遊んでいきたいと思います。いや、結構息を飲みますね。最初見た感じはすごい頑固そうだったんですけど、結構ね、スルスル剥がれてくれますね。よし。これで取れたかな。よいしょ。ちょっと糊感がまだ残ってるのかな。ちょっと今油を浸してもう少し綺麗にしていきましょうか。多分ね、これちょっとなんかへこんでる感ありません？ここ。多分こう爪で押しながら剥がそうとしたような気がしますよね。これね。ちょっと、はい、完成しました。はい、ということで、ダイハード、ちょっとね、磨いてきましたよ。うん、どうですか？めちゃくちゃ良くないです？これで、まあ、約1万2000円いいんじゃないですか？このガビガビの値札シール跡が剥がれただけで、超備品に見えるじゃないですか、ほら、表。下手すると、だってこれでね、5000円ぐらい値上がり、しちゃうんじゃないですか、売り値っていうぐらいないい感じの仕上がりですよね。裏はね、まあしょうがないんですけども、ただほら結構箱の照りとかね、いい感じで戻ってくれましたね。ほらすごいキラーンと光りますね。これは素晴らしい。はい、では改めてダイハード遊んでいきたいと思います。オープニングやっぱりパックインビデオっぽく硬派ですよね。グラフィックがすごいな。とりあえず始めましょうか。で、ビギナーとアドバンスドっていうのがあって、すごい、なんかグラフィックがやっぱいいですね。ブルース・ウィルスが渋い。すごいな。まあいいや。とりあえずやっぱりいきなり難しいのがあれなので、まずビギナーから始めていきましょう。ビギナー。40人のテロリストに占拠され、ホリーは囚われた。残りの弾丸。15発、弾15発。警察に連絡しないと。じゃ弾を有効活用しながら、助けるか、まあ、警察呼ぶかっていう話ですよね。どうしようか。A が銃で、B が B ダッシュなんですよ。で、ピストルが、ちょっと見えづらいんですけど、多分15っていいことなんでしょうね、あれが。これなんでしょうね。なんでしょう。これ何ライターかな。わかんないな。いや全然覚えてない。これ調べるコマンドとかなんか あったんでしたっけ。ああ何。うわびっくりした。リアルにびっくりした。これがジュースかな。体力回復。この階には何もないのかな。うわーちょっと強い。なんか落とした。なんだろうあれ。うわーちょっと強い。どうしよう。上行こうか。あと15発。33回。すごい猛攻じゃない。え、
あ、いけないの？うわ、ちょっと待って。うわ、ちょっとバコンバコンいってる。うわわ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 、すごい。な、なにあれ、なんかピリピリいってる。これ なんでしょうね。なんかできるんじゃないの、光ってるから。あー、ちょっと動けない。あー、すでになった。弾切れだ。弾切れした。これなんかないのかな。 AB 同時押しとか無理ですもんね。あー、いや、出てきた。ダッシュで逃げよう。逃げよう。上行こうか。34階。もう時間がない。何でしょう、電話。やばい、ちょっとルールがよく分かってないよ。さあ、待って、すごい弾幕がすごい。うわうわーって言っちゃった。あ、なんか、あ、斧取った。斧取ったよ。斧取ったらいいけど、ちょっと射程が短いから。あ、なに、え、我々は忌々しいゲストに悩まされることはなくなった。諸君、我々はついに6億ドルを手に入れた。ゲームオーバーちょっともう一回やります。これが、え、ちょっと待って、これ、え、銃か斧かっていう感じ。ちょっと動けないんですよ。斧、うわー、斧強いのかな。銃、何ピーンって、言いましたよね。ジュースで、どこ行きます。なんかその赤い置物みたいな、破壊できるんですよ。なんかこれ何でしたっけ。とりあえず取ろうか。あ、斧がなくなった。え、ピストルだったの。ちょっと待って、あ、ピストルが補充されてる。これはフラッシュ。うわ、とりあえずさっき34階でやられてるじゃないですか。もう一個上行きましょうか。35階、一番上なのかな。これがパターン的にここに、うわー、フラッシュ、動けなくなった。パターン的に多分ここで女の子が囚われてるパターンですよね。うわー、ちょっとハマってる、ハマってる、はめられてます。あ、むずいな。ちょっと待って、めちゃくちゃむずい。あと一発か。うわ、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 あー、わー、なにこれ。いや、これラストですね。このアドバンスド難しいんですよね、多分。これやってみましょうか。多分ここにまあ斧が隠されてるんでしょうね。どうします。まず何からやればいいんだろう。15発、うん、ここ通れないんでしょ。ここまだ全部完全部調べてないんでしたっけ。わわわ、ちょっと待って、あ、やっぱすごい敵の弾がすごい。うわー、すごい。なんかでもそこ光ってるってことはなんかあるんでしょうね。わわ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 、挟め中。ちょっと待って、え、
うわそう、そんなのあり？やばいこのゲーム。いや1万2000円出したんですけど僕。はい、ということでございまして、今回はですねハードオフのオフモールで購入いたしましたダイハードを購入いたしまして、そちらの購入品紹介と最後プレイ動画という形でお届けさせていただきました。いつかクリアできるんですかねこれね。やることがわからなくて説明書を見ればちゃんとできるのかな。まあいつか暇があればライブでクリアしてみようかなと思います。ありがとうございました。ということでございまして、この動画が良ければですね、ぜひ高評価とチャンネル登録をしてですね応援していただけますと幸いでございます。ということでございまして、本日の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。さよなら。